俺が小学校に上がるときに、親父が再婚して母ちゃんができた。この母ちゃん、俺が高校生のときに写真の整理をしてたんだけど。母、あるならこの辺なんだけどな。俺、何が？母、あんたの幼稚園のときや、赤ん坊の頃の写真。俺、ばあちゃんの家にならあるんじゃない？母、おばあちゃんのところにあって、うちにないわけないでしょ。俺、親父の再婚前の写真は持ってきてないと思うけど。母、あ、俺、何？母、記憶を捏造してたわ。あんたのこと産んだ気でいた。俺、弟の時の記憶とごっちゃにしてんじゃねえよ。母、してません。赤ん坊の時から小学校の時までも、ちゃんと鮮明に記憶あるし。俺、なんで？ばあちゃんや親父が話す俺の小さい頃の話を聞いて、自分もそこにいた気になってたらしい。マジで、鮮明に記憶があるらしく、親父と母ちゃんで、俺の小さい時の話とかしてても、違和感がなく会話ができてるみたいですごい。親父も、再婚前の思い出の中に、ナチュラルに母ちゃんがいた気がしてきて、混乱すると言っていた。